新世界には数々の串カツ屋さんがあるんですけど、実はまだあの名店に行ってなかったんです。ふわふわ串カツといえばここ、大宮本店さんです。じゃあゲームで負けたストレスをさ、それでやってくるわ。店内はテーブル席とカウンター席があります。じゃあ瓶ビールキリンでお願いします。串カツ1と、はい、キス1です、ね、はい、鶏から1、玉ねぎ1、砂ずり1で一旦お願いします。それでは今日もご自宅で、それでは今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。ゲームで負けた気持ちもこれで復活する。揚げ物なのにゼロキロカロリーな気がする。今日は食べていただけます。すいません、はい、このふわふわの衣のなんか秘訣とかって聞いても、はい、いや、企業秘密どこでも味わえないこのふわっと食感がたまらないですね。知りたかったところ働かないと思います。大宮さんのふわふわの秘訣を知りたい方は働かないと思います。テレビでも言ってないんですか。それはぜひ皆さんにも味わっていただきたいです。私魚の中でもキスはすごい好きな方で、幼少期に父親とよく釣りに行って、その時に釣れた魚がキスで、もうあの美味しさが忘れられないですね。大宮さんのキスの身がたっぷりで美味しい。これ、はい、これ塩で、あ、これ塩で食べる。ちょっとだけ骨って火を取って、あ、はい、ここから売り切れやな、この一緒まで、あ、これタコの味にポンと唐揚げ、えー12時から特に、はい、夕方5時から販売するのね。あ、そうなんですか。である程度本数決めといて、はい、それがなくなったらもう、はい、ま、た終了なんですね。終了。こちらの鶏からは危うくタレにつけるとこだったんですけど、塩でいただくそうです。おっと、うん、
あ、骨が合うね。ちょっとだけ骨つきやか、きよくで。あ、はい。マグロの他にくれやってきました。やけど要注意です。マグロの頬肉がうますぎて頬がほろける。おいしい。カツのソースが足りないときはカルキにしてちょんちょんちょんと。はい、ということで本日は新世界にある大宮本店さんに行ってきました。噂通りのふわふわ串カツ、もうこれ病みつきになりますね。もっと食べたかったんですけど、もっちりふわふわの衣が結構お腹にずっしりくるので、また食べに行きたいと思います。ぜひ皆様も大宮本店さんに行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。串カツ食べたいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。仕上げ酒じゃい、仕上げ酒じゃい。